倉沢彩菜、明るく元気、困ってる人を見過ごせない性格、風紀委員であり学園のアイドル的存在、毒舌で皮肉屋だ。自分の美しさを自覚し、プライドが高い。ふとしたきっかけで手に入れた人体掌握能力、他人の体を自分の意のままに操れるようになった俺は、この力を使って自分の欲望を満たすことにした。これは俺と3人の奴隷の物語。相変わらずだらしない顔をしてるな。あんなのがいるなんて、この学園の格が下がるぜ。親のコネがあれば出来損ないでもエリートの一員になれるのね。ほんと目障り。おはよう高崎くん。今日も難しい顔してるね。倉沢先輩、ちゃんと挨拶しないとダメ。おはよう。はおはようございます。よくできました。はーなーまる。あやな先輩、ごめんね、風紀の子だわ。じゃあまた学校でね。やだ、ぼーっと見つめちゃって気持ち悪い。今日はリムジンじゃないのか。相変わらず脳が働いてないのですわね、お兄様。どういう意味だ。先にあの女を落とすとしよう。それで私に相談って。はい、近くに来ていただけますか。大きな声では言えないこと。お願いだから。こうしてアンジの体を蹂躙した俺は、高崎くん。さあメインディッシュをいただこう。高崎くん、お前の体を動かしてるのはこの俺だ。